Z125 は、川崎重工業が製造販売しているオートバイである。Z125 は2015年に発表された。川崎重工業が近年展開している、Z シリーズの最小廃棄量モデルとして位置、続けられているが、車両の系統としては、KSR シリーズのフルモデルチェンジにあたり、生産も KSR と同じ躯体の現地法人が行っている。 バリエーションとして自動延伸クラッチ仕様の Z125 とハンドマニュアルクラッチ仕様の Z125 プロがあり日本でも2016年4月15日より Z125 プロが正規輸入により発売される車体構成は前モデルにあたる KSR プロから流用されているが軽機類や保安部品などの外装は刷新されており座席シートは 二人乗り対応のものに変更されている。ホイールも流用だが、前輪側のブレーキディスクは反対側に装備され、タイヤサイズも変更されている。エンジンは、KSR のものを 3mm ボアアップして燃料噴射装置を装備し、平成28年自動車排出ガス規制に対応させている。マフラーもダウンタイプのものに変更された。川崎 Z125。 プロ車両解説ウェブミスターバイク、ありがとうございます。